アツプリどうもじーです。今回はトライさんのクライフォーミーフル尺解説、はい、ということでたくさんのリクエストもありがとうございます。今回みたいなねダークな曲を踊るときは頭の向きプラスこの肩との距離でどういう風に見えるのかっていうのを研究すると、すごくかっこよく踊れるようになると思いますので、手足だけじゃなくてこの頭周りをね気をつけて覚えてみてください。それでは早速やっていきましょう。それでは今回の動画も反転しております。こちらが右手、こちら左手になります。鏡のようにして覚えてください。ではねイントロから A メロまでを一緒にやりたいと思います。最初左手一本でここをね目の下から始まる左下、左足立てて頭右にこう傾けてます。で、1と聞く1、2、3、4、5、6、7聞いたら2と目から押してきます。2、2、3、4ぐらいで手をパーにして5、6、7下ろしてきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。さあそのまま A メロね、両手握って1、2で折ります。ちょっと気持ちいい膝カクンってなる感じ。1、2で、この時左手を前にしていってください。2、3、4でもう一回落ちる。はい、今ドンで今膝曲がってるところから一瞬ちょっと伸びる前に、でこの時おでこもふ気持ち前に当ててあげて、こっからバウンドします。ボン、はい、このバウンドは1回目だけドン落ちたら2回目は力抜いてドン。さあこの左手回してファイシクスセブンエイトっていう感じで正面が変わります。ドンドン。そしたらふー中に回してきてあげます。で山を越えてからドン。したら左右で足が入れ替わりますよ。こっから落ちた時にドン左で手が腰と左手肩に来ます。で向きがこっちになる。たらえいと首をコーンコンってやって最終的にこういう風に終わってます。そしたら右にスライドしながら手をチャーン下から小指からこういう風に握って開いてきます。チャララタラララランラン。そしたらこの左足集めてきながら気持ち手が一本で前通る。そしたらチャラララフッっていう感じになります。はい、やりました。そしたらまずスライドシュー、はい、横にスライドします。そしたら右手このまま一本で寄せてくる。で手と足が同時でシュやってきます。そしたら足入れ替えて右手中から外にチャッチャッチャッってやります。この時に首がドンドンドン右にアイソレーションになりますね。ドドドフーで気持ち下げたらシュ開く、小指から握るっていう感じになっております。はい、それを A メロ解説つなげてみると 1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6っていう感じになります。でこの手はあんまりこう大きくしないようにちょっともうこの辺だけでチャララ顔の周りだけで完結させてください。したら払うドンカッカッっていうのが一気にきます。はい、チャララララン、タラランジャンパー。でまず手をまず外側に払うドン。したら右に体重乗り換えてドン、後ろからお尻をふ上げる感じですね。で体一気に右乗る。そしたら右手で胸、この時左乗るよ。そしたら今度手左から首、頭の後ろねふって持つ感じです。はい、ここから行くと7、8、1、2、3、4、5、6、7、8きました。そしたら左手から
一本です。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイっていう感じになります。足は左、右、左のトントントンでございます。で、ゆっくりなのでジャージャー、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイできて、そしたら手でハートを作ってください。で、ここから前にワン、ツー、スリー、4、5、6、7、8っていうのが来ます。ハートをね、まずこうやって中指がここ来て、人差し指こう丸めてください。ひぃ、しんどい。手がここから前に伸ばす。スーン。そしたら一番前まで来た時にシュン、手を伸ばす。そしたら肘からふわっとさせて、真横に手伸ばしてから、肘下だけで中から腰、こうなりますね。はい。で、手をふわ伸ばすのが、肩からこう上がっていって、肘が来て、手首が行って、指が伸びてっていう感じで、中心からふわっていうイメージになりますので、手が先行かないようにシュ、はい、一瞬ね、この両手を、まあ、真ん中にこう集めてきてあげるとやりやすいかなと思います。はい。で、ここから行くと、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シック、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シック、セブン、エイ。そしたら、肩ね、タン、タララン、タララン、タラララララ、までやります。左肩から、ふーっていう体を作るんです。この時に、腰と肩を対角線で引き上げて伸ばしてあげる。ワン。で、逆に、上げたい方の肩を頑張ってあげるから、逆の肩をなるべくぐーっと下げる力、こういう力を使ってこっちを強調させてますね。で、ここでポイントは、上下に上げてしまうとこういう風に首がね、詰まって見えちゃうから、今回のは斜め遠くへ伸ばす、横に引き伸ばす体を、で、斜め前から体はこう回って戻ってきます。チャンチャララン、チャラ、引き伸ばす、チャラララララ。そしたら右足下げて手を回します。ドーン、ツフーで移動をっていう感じになっております。で、反転してるので、後ろ見えちゃうとね、ちょっとわからないよって人多いと思うんですけど、反転中はこうこう振り返っていただけると合ってますので、皆さんもこっちから振りまいてください。ですか。右足を下げるのと、手はグーにしてもらって、右からこう回してください。右から後ろへ行って降りてくる。で、左手が右肩に寄せます。ここでシュ、左肩ね、左手ねそれがタンタララン、タララン、タラララララ、右足下げる、チャーン、チャチャーンで振り返る。じゃあ、トントンに一応しといてください。はい。ここまでですね、A メロ。もう一回後半からいくと、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、エン、ファイ、シック、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ。では、頭からゆっくり通してみたいと思います。ワンへと待ちますね。せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シック、セブン、エイ、下ろす。ツー、ツー、スリー、フォー、ファー、シック、セブン、エイ。ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファー、シックス、セブン、エイと、ワン、ツー、スリー、フォーエンファイブシックスセブンエイトワンツースリーフォーファイシックセブンエイワンツースリーフォーファイシックセブンエイワンツーエンスリーフォーエンファイシックセブンエイワンツースリーフォーファイシックセブンエイ。
では早い感じでいってみましょう。最初にすごいゆっくりで、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エッ、ツー、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エッ、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファイ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファイ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、4, 5, 6, 7, 8 1, 2, and 3, 4, and 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8では、ビメロに行きましょう。最後、左足でスースーってきてますね。右足踏んで、1, and 2, and 3, and 4っていう感じでちょっと細かくなります。チャンチャチャラン、シックセブン、え、左足踏んだら右に体重乗せて、ワン、エン、ツー、エン、はい。まずここでふん、ここからおでこからピー払って戻していきます。ワン、エン、ツー、エン。そしたらグーで開く、スー、リーで一回縮んで左足上げます。フォッで、斜め手が、左側の顔の横にこうはまる感じになります。はい。5, 6, 7, 8, 1, and 2, and 3, 4! 来たら、この手一回振って、一本で、1, and 2, and 3, 4! で下がっていきます。はい。一本で、チャチャチャ。はい。上を目がけてください。タンランラン。したら右足踏んで、左手がここに来る。タンランランで。2回腰を右からブンブン回しながら下に下がっていきますね。したら、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォーっていう感じになります。手がフーフーフーって来たら、下から上がってきて、タラランチャッシャーで前かな。タララン、カッカ。ワン、エン、ツー、エン、裏音。ズンズン、カッカ。したら、回して、外から、表まで。ドン、カ。で、もう一回揃えます。チャララン、ラ。で、一回、ハートを作る。親指と親指、こうなってて、ブレンス、ハー。割ってください、この手を。プン。で、親指でもハートを書く。ブン、カー。はい。という感じになってます。もう一回やってみましょうね。タンタラン、シック、セブン、エイ、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー、エン、ファイブ、シック、セブン、エイ、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー、ファイブ、シック、セブン、エイ、ツー、スリー、4 and 5 6 7 8っていう感じで、お尻がずっと1 2 3 4 5 6 7 8っていう感じで、右右右右全部右右はまりますね。で、3からなります。チャララン、チャララン、1 2 3で頭の向き変わります。こっから3、手のひら下に向けて3 4を手で顎の下からふー上げて6押さえる、ドンカっていう感じで、手だけやるとドンドン、ふーん上がる、ドンでした。もう一回、はい。それがチャララン、タララン、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファイ、シック、セブン、エイ、きた。さあ左足か、ドンツドンツ、おおタラで食べになる。はい、戻る。手が左手こう来て、ポンポン、パーでね、叩いてるかな。そしたらこのまま頭右側からコンコンってなります。手はね、トン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 とか全然大丈夫だけど、この時の体の形っていうのが結構大事で、このままの向きでキープして、ドンドン。したら今度、カンカン、肩が、こっちにはまる。ドンドン、カッカッ。はい。これが抜けちゃうと結構、ポンポンって感じになっちゃうから、ふっ、
ここの形を作ってあげるのが意外と大事かなと思います。タタタタスススス7 8 1 2 3 4。 そしたら左足踏んで頭ヘッドロール後ろにズーン回します。したら胸から開いてウォーオーでお膝までドーン、うん、左から開いて、これね右左いろいろあるので好きな方で覚えてください。ドーン、チャでお膝抱えてから右足下げてドードン、次でサビになります。ダーンフーフーまで来て右足引いてトントンで払うところまで行きましょう。では B メロ通してみたいと思います。振り返るところ5 6 7 8 1からハマりたいと思います。1 2 3 4 5 6せーの1 2 3 4 5 6 7 8 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 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 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 1 2 3 4 5 6
く、サビを踊りたいよっていう人はサビのみの解説動画も出してますのでそちらもご覧ください。はい、ではやっていきましょう。5678で終わって右足からトーワンってきました。ワンツーでこの右足を出してください。ワンツー、そしたらスリーフォーファー6でここまで来ますね。ここから手開く戻す。で、下ろして右手になります。はい。で、膝をインに入れて、右肩と一緒にふう、顔も一緒に右に折る。センター戻す。そしたら下に沈んで、ピッ、頭の向き右になります。はい。5678 1 2 3 4 5 6、そしたら肩ですね。 Cry for me いってなります。はい、肩からスタートしてドン、手の裏側からふーひっくり返してトン、そしたら両手になって頭の向きが上になります。それがふーピってきて Cry for me いで上がる。そしたら左足出してチャララ、小指から握ります。右足出してパッパ正面っていう感じになりますね。上から来たらね、左足出して小指から握ります。ドン、体の向きを左へねじる。ふー、そしたら頭の向き後ろへパッパ2回で、センター。そしたら手は一緒で右膝だけがアウトインアウトっていう感じになります。はい、行きましょう。それが最後ピッてきて膝がアウトインアウト来たら足を揃えてください。ピッで横向きになります。この時右足を叩く。オッケー。はい、で Cry for me ピッ、この時に手首と顔を遠ざける。ふ、そしたらね、手はこっからチャラララで、ひっくり返ります。で、足が、チャーラ、ラーで後ろに蹴る。ね？トン、トン。キラキラしながら歩いていきます。こっから、頭、寄せてくる。スー、スー。一気に後ろ。ピッ。さあ、2回、トン、トン。っていう感じになっております。頭から下げましょう。ウォー、ツー。チャラララララ、ふー、
フォー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 バーっていう感じになります。今まではこう肩だけとか膝だけだったものが今度全身で気持ち上から上がってみーこう上がってくださいみーしたら右手で押す一本で握る小指からOK ですか？これ前半な感じになってます。チャラララランラ Cry for me back again。 そしたらもう一回左足から出てチャララチャララチャンチャラっていうのが来ますね。右手左手出したら手の甲同士を合わせてふう降りてきます。はい。で足はですね左からチャララチャララララチャラチャっていう感じになっております。はい。手同士一緒に行くと again ふむ one two and three four and そしたら左足出すときに腰も一緒にドンかドンかーって感じになります。はい。ね、頭もね、アクセント欲しいので、気持ちこう前に突っ込んでください。ドン、チャ、ドン、チャ、チャ。したら頭左に折る。ファー、シック、セブン、エイ。したら左手から、ドン、開く、ドン、開く、右、シック、セブン。って感じになります。足のステップのリズムは変わらないんですけど出す方向だけ変わりますね。右足からドーン、したら後ろに入れてパドブレドンドン、左足パドブレドンドンで右からスン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 って感じになります。手はここから左手プッシュで前を通って開く、右手プッシュ開く、したらもう一回手の甲同士合わせて下に降りていきます。はい、もう一回行くと Again チャララチャララチャンチャラ、右足からチャワンツースリーフォーファイブシックセブン、え、来ました。したら手を合わせて左からワンエンツースリーフォー、はい、ここから手と足を遠ざけてくださいね。下からすくう、チャラララ今度は右すくう、はい、で足はかかとが後ろに出る、お尻が後ろと一緒にタラララララララ、さあ足閉じて5678でセンターまで持ってきてください。さあ右からドンドンドンっていうのがきます。首が1234 5 6、足がアウトインチョンチョンぐらいな感じになります。ドン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 っていう感じになってます。手が右手からタララ握るチャララ、はい、背を一緒に合わせてみてみると5678チャララで握る、で今度反対チャララで小指から握ってお尻チャラララクラーフォンミでサビが終わります。最後小指から回すときに右足踏み直してふう腰後ろに回す、したら右足つくときに手耳の横で一周回して下ろしてきたときに左手が顔の前でふん当たって降りてきます。ではサビをねゆっくり倒してみたいと思います。5 6 4 ta ta 2 3 4 and 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 me but again はい1 and 2 and 3 4 and 5 6 7 8 1 and 2 3 4 5 6 7 8 1 and 2 and 3 4 and 5 6 7
ワン、エン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セーブン、エイ。それでは早いカウントで頑張るだー。ファイ、シック、セーブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファー、シック、セーブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファー、シック、セーブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、Five, six, seven, eight. One and two and three, four, five, six, seven, eight. One and two and three, four and five, six, seven, eight. One, two, three, four and five, six, seven, eight. One and two and three, four, five, six, seven, eight. One and two, three, four, five, six, seven, eight.それでは、2番のエメロに行きたいと思います。最後が Cry for me 終わりました。そしたらちょっと移動する時間があります。スースー、この時にちょっと気持ち横向いてスタンバイ。そしたらワンツーで前の手を掴んで左手ね。そしたらここ潜る、ふん潜ってきます。ここを潜るとき手を上げるだけじゃなくて重心も下に下げて、ふんで右肩から前へ進んできます。そしたら後ろの足でつくときに胸右から回してドンで、ここでもう一回はまります。はい、もう一回いきましょう。はい、 Cry for me ずえ横向きました。 1,2,3,4,5,6,7,8 ドンチャランラチャランラで握り始めます。はい、このドンっていうのも最初にやったこのボンと、同じ感じになりますので、下沈んでからドン、ここで一回揺れる。で小指からまた握り始めます。したらパッパーかな。はい、ここの一本がんって感じ、んグーかなって思う迷うところでございます。はい、すいません。一本でやってみようかな。スードンシューパーパー。そしたら左から7-8-1っていう感じになります。中に手をシュー締まってほしいのと、体が今ちょっと気持ち右にね、こういう風になっててパッ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 こうやってるので、こっから左にお尻乗り換えてシュン、首も左右で、ここで一回キープ。来たらこれ振り返るとき 1,2,3,4,5,6振り返る。したら手書いて 7-8 で前に持ってきます。はい、この時左のね手がタンコみたいにここにくっつきますね。はい、でタイミングがズドンチャラパパ 7-8-1-2-3-4-5-6-7-8 でここに持ってきてください。手は払ったら下からキャッチしてください。したら右手払う、ドンツードンツーパンカカカっていう感じになってます。はい、こっから右手をくるりんくるりん外2回で、右足の方を踏んでドンカ、お尻を回してください。右から後ろドンカ。はい、でこの時左手はここおでこのところについてタンコブコンって感じ。さあ、それが7-8-1チャラチャラ6-7-8-1-2-3-4。 したら5で一気に上まで上げてドンカカ、3段階で下ろしてきます。はい、エレベーターフン、一番最上階まで上がって1回ずつドンドン降りてくるっていう感じになってます。ではちょっとここまでは確認してみると、 Cry for me 2-3-4-5-6-7-8-12-3-4-5-6-7-8 ドンチャランラチャランラパパチャラララララ2-3-4-5-6-7-8 1 2 3 4 5 6 7 8 OK。 さあ、ここから A メロの後半になります。足を左足から A1 2 うっていう感じになります。はい、この足ちょっとジャンプして左右トントンっていう感じになります。はい、ちょっと体浮かせるっていうのが大事になりますので、ここからファーファーファー来たらちょっとジャンプして、それ左右で手下からすくってきたらクロスからク、右に体重乗せてください。こうやって手のひらグーです。で頭上からフン戻してあげる。
顎上から通って持ってくる。そしたら手はパー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 っていう感じで右ひだ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 で叩きながら左から右へ右から左へ叩いてください。チャラララララララっていう感じになります。で腰が今右でね終わってました。こっから気持ち左から始めてチャチャチャラチャラララで一緒に移動します。左から右右から左きた。そしたら右足突き直してふーんドドっていうのがきます。はい、左手下向きになってまして手がふー開く閉じる開く右手がなりますね。でそれに顔も一緒についていく感じドーンパッパッ。来たら手一本にしてもらってドン当たる、したら戻るドン当たる、で回してスン頭ここここじゃこっち横になります。はい、それがうんさーさーさーって来た時に右手から当たってポン、これなんて言うんだっけね、これなんて言うんだっけね、もうなんか理科かなんかで習った気がする。回してション、ここでポーズになります。体重は左右、こっから後ろに一周回してドン、こっちにはまりますね。このエレベーターから行きますと5678123エンチャラララチャ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 ドーンカチャラファイシックセブンエイきた。したら右にスライドスーン、ちょっとあんまり私はいけないんですけどちょっとだけ移動してさスーンカでこの手と顔をふ遠ざけます。したらお尻から前にドンドンで2段階押していきます。シュレッダーみたいな感じですかね、髪をこう吸い込まれていくこういう感じの力が下にドンドン2段階ここからはまります。ドンドン落ちていく、でこっから頭回して手だが続きますのでちょっと後半いくとスー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 スピーきた。スライドしてシュンパッ、したらこのまま前にドンドン落ちる。そしたらこのまま右から潜り始めてくるりんちょで移動スースー、最後手下からふわ上がってきてください。ここまでです。ではもう一回ここからね下げてみましょう。ファイシックセブンエイワンツエンチャララ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 ドドA five six seven A one two three four five six seven A one two three four five six seven で上がってきます。では2番のエメロをゆっくり通したいと思います。最後の cry for me からいきましょう。five six cry for me。2 3 4 5 6 7 8 1 2 and 3 4 and 5 6 7 8 ドンチャランラチャランラパパ7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 後半タラツツエイチャラララチャラララドンパパ A five six seven A one two three four five six seven A one two three four five six seven。 では早いカウントでいってみましょう。 five six seven A two three four five six seven No one two and three four and five six seven A ドンチャランラチャランラパパ7 A 1 2 3 4 5 6 7 A 1 2 3 4 5 6 7 A 1 and 2 and 3 4 タラララドンパパ and 5 6 7 A 1 2 3 4 5 6 7 A 1 2 3 4 5 6 7。2番の B メロにね行きたいと思います。最後が
7 8で割りました。 1 and 2 and 3 4でこうなりますね。結構向こうに進むので、ちょっと口の方からやると7 8 右手右足 1 and 2 and 3 4で右までいきます。そしたら次右手一本にしてもらって、チャンナンラで今度戻ります。したら頭と腰でドンドンカーでこう上がってきます。はい、それがチャーシックセブンエイワンエンツエンスリーフォーファイブシックスセブンエイっていう感じです。腰が下からふんふん2回上がる感じですね。一本一本チャララ、はい、来たらこのまま両手なみなみチャララン、ラン、タラランまで来ます、はい、こっからウェーブ、ウェーブ、はい、肘から落としてください。ドンカー、そしたら手開いて胸のところから下に下がってきます。ドン、はい、この時スススチャララ来たら左足からもう一回チャララン、チャ、右足踏んでチャララで下まで。そしたら右手左手一本して中から、右が中左が中でクロスしてください。チャランラン、向き変わります。右左したらチャララーンでハートを作ります。ブーシャで、一番でやったタララーのハートよりもさらに大きくなっておりますので、ふっ、ちょっと気持ち後ろに沿ってから戻ってきてください。OK ですか？はい、ということで、行ってきて行ってきてっていう感じになりますね。5、6、7、8、1、and 2、and 3、4、5、6、7、8、1、and 2、and 3、4、右手、左手中で、チャラーラー来たら、こっから、うんで、こっから、ぐっと、力強い感じにしてください。うん。ベーボーイ、ベーボーイ、チャラララララっていう感じなんですけど、チャララン、チャララン、ワン、ツー、スリーからウェーブ。フォー、ファイ、シックスで手をふ、ね、左手が覆う感じかな、右手をふしたら下ろしてドンパーで口のところに来る。したら涙タンチャンチャン下ろすって感じになってきます。はい、後半いきますと、チャララン、チャララン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、6、7、8、1、2、3、4、下ろしてくる。そしたら、ここから、ウォーで、指から、シューで、この時にね、左肩がこう、ぐーっと上がってます。それがなんか結構こう、わーっとこう、怖い感じになってるから、スーンという、ここをね、空間を広げすぎないように、ちょっと、こういう感じで上げて、今回は首を潰してあげるとこの迫力っていうのが出ると思うので、スコッてしないようにウォーオーで上に上げてきて、タタツーでもう一回サビに始まりますね。もう一回こう弾くと、ファイシックセブンエイワンツースリーフォーファイシックセブンエイワンツースリーフォーウォー、タタツーって感じになっております。では B メロをゆっくりつなげてみたいと思います。5、6、7、8、1、and 2、and 3、4、5、6、7、8、1、and 2、and 3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ウォー、タラ、ツ。では、早いカウントで言ってみましょう。5,
5 6 7 8 1 2 3 4 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 5 6 7 8 1 2
が変わったりもする時があるんですが、ちょっとメンバーさんによってバラバラなので、今回は繰り返しにしたいと思います。一回確認して次進みましょう。5 6 7 8 1 2 I cha la 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 Who cry for me cha la la to to pa chan cha la la Who ta la 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 Hi cry for me ba again Hi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。それでは D メロと落ちサビを一緒にねやりたいなと思います。最後が Cry for me で終わりました。そしたら左右にねこう壁ができますので、そちらに対してチャララ行く。でちょっと触るとこないのでこんな感じでいきますね。タララで気持ちは高いところからふう沈んでいく。ここからチャー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 チャラ、高いところふうで力抜いてくる。したらチャララ左手が上に来ます。グーでこっから沈みます。チャララふうでチャララで右手が前ふうで上げ握ります。シュー来たら右手が上がってチャラ、このまま顔の左側を通って肩ふふ通って後ろ向きます。はい。で、力を抜くときに頭をねふって入れてるところからてっぺんを抜いてあげる。ふんチャラララン、ふんチャラララン、ふんチャラララララン。っていう感じになります。で結構優しいパートなので、あんまりこうバーンという力を入れずにふっくっと止まってあげる感じになりますね。はい、一緒にとりましょう。じゃあ Cry for me チャラララン、ふーチャラララン、ふーチャラララン、ふーチャラララララン。聞こえたですか？はい、こっから上げたらシュシュシュきました。そしたらこっからで手を外から持ってきてもらって回します。チャラランフンっていう感じになるんです。このくるくるリンがね最近よく出てくるんですよ。外からこういう風に集まってきて右手が重なる上にね、でこのまま右手上のまま回してください。左手ねじってシュ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 、ここでほどいてあげる。シュンっていう感じ。それが上でやりますので、最初左手が前にクロスしたら左手前からタケコプター回して、このまま右手は前、左手は後ろに下げてシュン、したら仰ぐイエーイエーイエーで下ろしてきます。でそれをやりながら歩いてますので、フチャラララララチャラララララチャララライエーイエーイエーで何となくこう歩き続けてください。はい、オッケー。もう一回いくと、ふーチャラララララチャラララチャラララあおぐ、手を中にあおぐ、そしたら手グーで上からイエーイエーイエーで下ろしてきてください。はい、でこの時に結構ね、あの首がこういう風につくので、まっすぐなままだと結構寂しいから、ちょっと気持ちこう左右に振りながら降りてくると、雰囲気が出るかなと思います。はい。そしたら、ここは落ちサビに変わります。チャララララン、cry for me, チャランチャラ5、6、7、8、1、2、3、4、5、チャンチャンってところまで行きましょう。ここから、1、2、3、4待って、5で一気にこの手が上がってきます。1、2、3、4、5、6、7、8で左の顔を覆う。
そしたらアクセントはパン、開くときにアクセントパンで、ちょっとずつしまう、パンしまう、2回やる。そしたら指1本で涙ふう、顔がちょっと上がります、一緒に下ろしてきます。ふう、もう私これ見たときにすごい振り付けと思って、もうめちゃめちゃ、もうなんかさ、ダンスって結構ガーって踊ることが多いじゃない、で踊らなきゃ踊らなきゃって振り付けいっぱい作っちゃうこと多いと思うんだけど、もうここだけ、ここだけで完結素晴らしい、ここだけで完結させてください、頑張ろう。それがふんってきた時からワンツーチャララララ、クライフォンミーチャランチャラランララチャンチャラランタタラララーンで下ろしてくる、チャチャ。そしたら両手裏向きで右左右でウェーブをかきながら下ろしていきます。で手はパラ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 って感じなんですよね、チャラララララ。そしたら一歩ターン上もう声がパーンになってますね、チャラララララ。溜めてみたもの、溜めてきたものをふわーっと上突き刺して、そっから右足前出て頭2回抱えます、ドンドンで、ラスサビにつながりますのでここまでしよう、頭下抱えるところまでにしたいと思います。最後がワンツースリーフォーファイシックスセブンエイワンツースリーフォーファイシックスセブンエイワンツースリーフォーファイシックスセブンエイワンツースリー4、5、6、7、8っていう感じになりますね。ではゆっくりつなげてみたいと思います。 5、6、cry for me チャララランランチャララランランチャララランランチャララララランチャララランランチャララランイエーイエーイエーイ止まる、ワン2、3、4、5、6、7、8、1 2、3、4、5、6、7、8、1 2、3、4、5、6、7、8、1 2、3、4、5、6、7、8。 はい、では早い感じでやってみましょう。 5、6、cry for me チャララランランチャララランランチャララランランチャララララランチャララランランチャラララン、イエーイエーイエーイエイ、ワンツースリーフォーファイシックスセブエイ、ワンツースリーフォーファイシックスセブエイ、ワンツースリーフォーファイシックスセブエイ、ワンツースリーフォーファイシックス、ドンドン。最後のパート、ラストビでございます。最後チャラララランチャーン、ドンドンで終わりましたね。で今右足前に来てると思うんですけど、左足から進んでスーで開く、スーあいなくなっちゃいそう、スーフーで抱えて、でもう一回戻りますね、ちょっとチャラララランフー、ドンドン。そしたら左足進んでドン、右足ついて開く、ツースリーフォーでもう一回抱えてください。そしたらファイブシックス、もう一回した、クライフォンミーっていうのがきます。はい、ここ結構頭こんなこんな感じになりますので、ちょっと大変なパートでございます。最後チャラララランチャーンルドンドン、ワンツースリーフォーエンファイシックスセブエイワンツーってなります。はい、ここからですね、スースー来たら本当だったらこういろいろ移動しておるんですが、私見切れてしまうのでこのままやりますね。スースー、本当だったら向こうに移動したい、スースー移動したい、でツーで開いて、ツー手の広さとフォーでもう一回頭フォー、そしたら一本目の下から落ちて、このままもう一回下。そしたら、cry for me。そしたら、右足の時に右手が上、たら、チェンジで頭下げる。頭、下げる。
cry for me 頭がつってここから手はスンとスンと頭で下に下ろして cry for me 2回目がきますね。で頭を一回下げる、ここで右手で左足の時に一回下がってます、ドンで上がる、スン、もう一回下げる、 cry for me、 ひぇ、ちょっと前半つなげてみましょうね。いきます、チャラララララ、5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2。そしたら左足からチャララララランで3歩歩きます。左右左、腰も一緒についてく。で手は上から気持ち左通る、右通る、左通るみたいな感じで気持ちちょっとウェーブを描いてください。み終わった、チャラララランで手と足一緒にフーチェンジしたら集めてきてガシャン、この時頭下げてください。でみお尻右から上がってきます。手は頭の、頭じゃないか、顎の下からみで顔左に当ててください。で歩くって感じになっております。はい、では前半ちょっとつなげてみると、チャラララララララ、どんどん1 and 2 3 4 and 5 6 7A one two and three four five six seven A one two three four and five six seven A me but again OK。 そしたら次このステップの感じはねほぼ一緒なんですけど若干手が変わります。seven A 右手が一緒ね、タラーラー、ここも一緒、じゃん、チャラ、次右手が書く5 6 7 A でひっくり返して、そしたら左手から一緒、タラララチャラララ、さあ体の下通ります5 6 7 A で横まで閉じてきてください。はい、なので足のステップほとんどほとんど変わらないんですけど、ちょっとだけ、手の感じが変わる感じですね。 7 1 2 3 4 5 6 7 A 1 2 3 4 5 6 7 A 来ました。そしたら左足から踏んでチャチャンチャチャララで上げる、なーなーなー下げるっていうのが来るんですけども、足がね左足が1 2 3ってなります。ちょっとジャンプする、 1 and 2 and 3 4 ってなります。 7 8 1 and 2 and 3 4 で手を上げて、で下ろしてくる5 6 7 8。さあ繰り返し、チャラララララララ、次左手からですね、チャラララで下を向きます。手はタタタラタタタラ来たら体をね右からこう回して下に落ちていきたいんですけども、左手から左右左右でトントンパッパっていうのが4つきます。でそれがねスー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 ってきて1 and 2 and 3 4、さあ右足から閉じて5 6 7 8で右足を今回は出してください。スンで正面から最後顔だけ中に倒して終わります。はーい、 OK。チャラララララララ、チャラララ cry for me。 ではここからね通してみましょう、せーの、 1 and 2 and 3 4 and 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 and 3 4 5 6 7 8 1 and 3 4 5 6 7 8。ではゆっくり通してみましょう。いきます。チャラララララン、ドンドン、1 and 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。では早い感じでいってみましょう。はい、せーの、チャラララランラン、ドンドン、ワンツースリーフォーファイシックスセブンエイ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 、ワンエンツエンスリーフォーファイシックスセブンエイ、ワンツースリーフォーファイシックスセブンエイ、ワンエンツエンスリーフォーファイシックスセブンエイ、ワンエンツスリーフォーファイシックスセブンエイ。はい、ということで皆さん、今回のクライフォーミーいかがでしたでしょうか。曲中にもあるようにね、こう女心が揺れ動くこの強と弱を、上手に、行き来できると、この曲がすごく上手に表現できると思います。ぜひたくさん練習してみてください。ということで今回の動画が役に立ったよという方は動画のグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方は、これからも皆様の役に立つ振り付け解説だったりトークだったり基礎練習の動画上げていきますので、ダンス大好きだよって人はぜひチャンネル登録をして見逃さないでください。そしてどしどし依頼のコメントもお待ちしております。ぜひ皆さんコメント欄に足跡を残していってください。ではまたお会いしましょう。おつぴー。